こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はコイン紹介ですね。 R4 レア度4、15歳のルイ15世、世界に1枚のみ、最高鑑定金貨とはということで、全部で4枚のコインをご紹介していきたいと思います。1枚目がグレートブリテンチャールズ1世、1637から1642、ゴールドユナイト金貨 NGCAU55。 2枚目がフランス、1725年 Z、 ルイ15世ルイドール金貨 NGCMS63。 3枚目がフランス、1786T、 ルイ16世ニルイドール金貨 NGCMS62 プルーフライク。4枚目がベルギー、フランダース、1419から1467年、フィリップ3世1ライオンドール金貨 NGCMS61 です。早速1枚目ですね。グレートブリテン、イギリスのチャールズ1世の、1637から1642、ゴールドユナイト金貨 NGCAU55 です。エディンバラ造幣局、統治者はチャールズ1世、1637から42年の金貨です。発行枚数は不明、重さが 9.93g、 91.67% 金の金貨になります。こちら鑑定済み、 NGC の鑑定済みコインが、全部で12枚しかないという非常にレアな金貨です。グレード AU55 は全部で全部で3枚ですね。表面の方、三種の神器ですね、王冠と宝石と宝玉ということで、国王の象徴のデザインがされています。基準価格は不明なんですが、ゴールドコインズオブザワールドの、本の、基準価格は EF グレードで$13,500ということで、非常に高値がついているコインになります。反対面の方は、王冠と国章ということです。まあ、まだまだ安値だと思いますね。1600年代の、鑑定済みコインが本当に10枚ぐらいしかないものなんですが、これアメリカで比較すると、おそらくアメリカコインであれば2,000〜3,000万のクラスになっているというふうに思います。非常にレアな金貨でなかなか出てこないので、値上がり狙いで持っていきたい1枚だというふうに思います。2枚目がフランスの 1725Z 年、ルイ15世ルイドール金貨 NGCMS63 です。統治者がルイ15世、1715年から1774年に在位しています。発行枚数が22,000枚。これ基準価格がついていて、 MS60 で$3,300なんですが、これ更新されてないので、もっと実際には高いです。非常にレアな金貨で、 NGC の鑑定済みコインがなんとこれ1枚しかないので、当然トップグレードです。 MS63 も、基本的には MS62 というのがセンターグレードなので、それよりも評価が高いコインになっています。重量が 6.525g、 直径が 23mm、 91.7% 金の金貨になります。表面が右を向いたルイ15世の肖像ということで、こちらはまだ15歳の時の肖像になっています。反対面の方がこのような図柄ですね。クリス、あとルイの L マークだと思うんですが、それが2つ表されています。コインの下にグルノーブル造幣局で製造されたことを表す Z のミントマークがついています。ルイ15世ですね、1715年に在位したので、この在位初年度のものとかが R5 とかがついていて、基準価格で$35,000とか3万ドルとかがついているのが古い1715年のタイプになります。非常にレアなのが1715年、あと1716年のタイプとかが非常にレアなもので、1717年のタイプとかもなかなかオークションに出てこないです。で、1718年、19年とかが割とオークションには出てくるんですが、ここも R4 とか5とかが時折出てくるような非常にレア度の高いコインです。この問題の1725年 Z ですね、これ造幣局が Z とか A とか AA とかあるんですが、 R4 がついているのはこの Z の造幣局だけで、モナコのブックだと基準価格が$5,000で評価されている非常に、レア度の高いコインになります。
もう本当にこの NGC の鑑定済みコインが1枚しかなくてトップグレードで MS63 ということがこのコインの価値のすべてだと思うので、非常に安いですしお買い得感満載のコインだというふうに思います。3枚目がフランス1786年 T ルイ16世にルイドール金貨 NGCMS62 プルフライクの1枚になります。王様が変わってルイ16世の世代になっています。1774年から1792年まで在位、このコインは1785年から1792年に発行されたコインです。発行枚数は不明。 NGC の鑑定済みコインは全部で6枚、MS62 プルフライクはトップ3グレードで残存2枚ということで珍しいコインです。重量が 15.297g、 直径が 28mm、 91.7% 金の金貨です。表面が左を向いたルイ16世の肖像で、裏面は、ナントという造幣局で発行された製造された T のマークがついているのが特徴です。このコインの最大の特徴はプルフライクという、グレードがついています。プルフライク、名前の通りなんでプルーフのような鏡面性が高い、光り輝いているコインという、そういったグレードがついています。2ルイドールなので2分の1オンスですね。非常に大型な金貨になっています。そして最後4枚目ですね。ベルギーフランダース1419から1467年、フィリップ3世1ライオンドール金貨 NGCMS61 です。フィリップ3世の在位期間が1419年から1467年、発行枚数は不明です。 NGC の鑑定済みコインが全部で12枚、 MS61 は全部で5枚になります。重量が 4.26g。 今裏面映ってますが、裏面は紋章の盾という形ですね。で、表面は椅子に座るライオンということで描かれています。基準価格は不明ですが、ゴールドコインズオブザワールドでは EF グレードで$3000ということで非常に価値の高いコインになっています。ちょうど600年ぐらい前のコインなので非常に古いです。で、このベルギーのこのライオンモチーフのコインなかなか出てこないので、比較的値段も安いかなという印象があります。動画で見るとかなりコインが綺麗だというのがわかると思うんですが、ちょっとサイトの写真と比べると全然違くてですね、非常に光沢感のある歴史を感じさせる1枚になっています。今日は全部で4枚の中で R4 ですね、レアド4の金貨ルイ15世のルイドールが出てきました。この R4 とかって本当になかなか出なくて、先ほども言ったんですけど、ウナライオンの普通の金貨で R2 なので、やはりなかなか出回ってないコインを買うというのが一つの指標になると思います。このフランスのルイ13世から16世までのコインですと、ガドリーの本で R が書いてあるのと、あとイギリスの方はスピンクという、オークション会社の本が出ていて、そちらにも、R 判定とか書いてあるので、このブックを買ってですね、オークションに出てるコインが、レア度が高いのかどうかっていうのを見る一つの、指標になると思います。で、もう一つが基準価格ですね。 NGC の方で出てるものは出てると、もともとワールドコインの本に書かれている基準価格を取り入れてるんですが、その基準価格と R 判定でレア度を見ていくのがレアコインを買う秘訣だというふうに思います。あとは発行枚数とか実際に鑑定されてる枚数とかになります。ただこれ発行枚数多くても実際にほとんど出てこないコインとかもあるので、おそらく溶かされてしまったのが大半だと思うんですが、この3つですね、 R がついている、あと、基準価格で、残存枚数というか鑑定枚数を調べていくと、かなり希少なコインに出会えるというふうに思います。2020年の12月20日ぐらいから、LINE の方ですね、登録していただいて個別相談に申し込んでいただいた方に、1日2人ですね、水曜と木曜日と日曜日30分を2コマ2人ずつだけ、個別相談というのをオンラインで行っています。こちら Zoom を扱っています。Zoom の方は、スマホでも、パソコンでも、つなげられますので、ぜひその
個別相談ですね、こちらの方にお申し込みいただければと思います。YouTube の方にもよくコメント欄にご質問とかいただくんですが、あとメールとかでも来るんですが、個別相談に申し込んでいただいた方がいろいろとお話できるので、ぜひ、使っていただきたいかなと思います。この動画の最後にも、QR コード出てくるので、そちらの方をカメラでスキャンして LINE を立ち上げると友達登録できるようになっていますので、こちらのはだいたい LINE で 5,6 通私からメッセージが行くのと動画が1本ついています。あとですね、その URL、クリックすると個別相談申し込めるようになってますので、ぜひ使っていただければと思います。 Thank you for watching。 見ていただきありがとうございます。Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。